アメリカスミレ最新は北アメリカ東部に自生する茎の短い多年生の総本植物。原産地ではコモンメドーバイオレット、パープルバイオレット、ザレズビアンフラワー、ウーリーブルーバイオレット、フーデッドバイオレット、ウッドバイオレットなど多くの名前で知られる。日本においては明治以降に園芸植物として導入されたものが北海道から四国に一室帰化しており、 人家近くの道端や空き地などで見られることがある。標門町族類の幼虫が食草とし、七面鳥、ウサギ、鹿、家畜、嘆き場と、コリンウズラ、白足ネズミも餌とする。イリノイ州、ロードアイランド州、ニュージャージー州及びウィスコンシン州の州の花に指定されている。種子は自然に散布し、芝生や庭では雑草とみなされることもある。 万カから初秋には、陛下受粉した種子も短い茎の上に登場につく。1900年代初頭に、レズビアンの女性が求愛のために送っていたため、アメリカスミレイ最新は、レズビアンフラワーとも呼ばれる。古代イギリシャの女性詩人サッポーが、詩の中で恋人と共に、スミレの花輪をかぶる描写をしているため、同性愛のシンボルとされたことによる。 この習慣は1910年代から1930年代に普及した。芝生や庭の花としての利用に加えて、アメリカスミレイ最新は歴史的には食用や薬用に用いられてきた。花と葉は食用可能であり、根も食べられるとする情報源もある。チェロキー族は風邪や頭痛の治療に服用した。植物学者のラフィネスクは著書メディカルフローラ。 エイマニュアルオブザメディカルボタニーオブザユナイテッドステーツ、オブノースアメリカの中で、アメリカの同時大臣がアメリカスミレ最新を、咳、咽頭痛、便秘に用いていると書いている。ありがとうございます。